と思う。まずこんばんは、まずちゃんだ。ハナスカスターさんって優しい質問だけど何を考えてるかわからないなんていう YouTuber が第1位と思っているので、ハナスカスターさんとハナスカさんなんですけど、本当に雑に YouTuber を集めてるのが案外起こらなくて、人気仮説を検証しに行きたいと思います。まあ、優しいふりをしてくれる検証していきたいと思う。こんな YouTuber さんの扱い絶対知らなかったので、本当に絶対それがあるから。モーティング。お願いがありまして、はい、あの、はい、正月終わったんですけど、はい、笑い方やばいじゃないですか。え？笑い方やばいじゃないですか。あ、はいはいはい、なんで、ちょっと太めないをやって、はい、もっと笑い方やばい人いるんで、あ笑わせてほしいなって。普通に福笑いやって、はいはい、あの福笑いってなんすか、まず。あのこの、この顔面に書いて顔を描くんですけど、ちょっと切り忘れたんで、もう手で適当にちぎって。あ、そういうことね。そんなことある。ちょっと顔作ってもらいたくて、最終的に一番笑わせた人、8位みたいな。え、これだ、誰の顔ですか。え、もう見るからにここじゃないですか。あ、確かに。あ、じゃあ竹原さんを笑わせた人が勝ち。勝ち。なんか多分諦めたんでしょうね。もう完全スクショで。ああ。見たんで。確かにこれだけでも枠作りしてる。ああ。ちょっとお願いしたいなって、ご協力の方よろしくお願いします。このパーツをもうとりあえず一貫全員で手で切って。え？どんな？手で切るのこれ？切り忘れちゃったから。あ、なるほどね。手でここら辺バラバラにしてもらって、はいはい、そのバラバラにしたのを分かっちゃうから、うん、全員でローテーションして、はいはい、顔を作るです。なんかこれは何なの、このさ、ゴキブリの足みたいな切れなかった、切れなかった。面白い人が立ち上がるね。そうですよ。でもさっきなんか動画もさっきなんか動画面白くないって NHK って言われてたんで、ここで挽回してほしいなって。でも普通に面白くないから俺は俺らが一番面白いって。私も作ってください。すごいじゃない。逆に自分の顔をくり抜いてどんな気持ちマジそれだよとりあえずローテーションしてください。はいはい、これ持ってもらって、これをタスクさんにしてもらって。わー、これ分かりやすい。これ楽よ。タイムありますか。え、ありがとうございます。はい、シリー。何秒？30秒。30秒のタイマー。よーい、ドン。シュールすぎ、絶対これやらせることじゃないよね。あ、いや、別に。いや、初めてやる。みんな何想像して触ってんの。はい、30秒経ちました。はい、体内時計30秒。体内時計、よーい、ドン。1,2,3,4,5,15,20,25,26,27,28,29,30。 ひどい、マジでひどい。面白くもない。収まってもないし。あれ、マジで楽。ちょっとどうにかなんないかな、これ。まっちゃんの挑戦スタート。顔がない。これ多分顔、これ多分顔で、え、私顔破ったな。オーナーごめんなさい、顔破りました。ありがとうございます。給料下がるな明日には。はい、大丈夫としました。ん、絶対な。ん、笑ってほしいんです。はいはい、分かった。無理して笑わないけど、まずしない。え、テーマ決まりました。より良い、より良い竹原。ちょっと似合ってるやん。え、どうですか、何点ですか、100点中。じゃあ次、じゃあ僕の作品ということで、20年後の初めて
20年後とかそう、もうあの YouTube すらなくなった時なくても今何もモノマネしてないから、あの人生で楽しいこと全部やり尽くしちゃって、うん、もうこうなっちゃった。鼻がくちばしみたいな感じ。何点ですか？4。おお、お前取ったから。ああ、どうしよう。最後だからね、4点は超えてほしいよね。ちなみに言うと今19,200です。うん、リプレイ本。この人多分 YouTube、うん、成功しません。ここからこの状態でですよ。これが出てくるんですよ。まだ発想がね、すごい。ほら、肌がいっぱいでよかった。レイジーだったら多分味方ゼロだな。でもさ、0点と2点と4点ってめっちゃどんぐりの背比べ。そうだね。YouTuber さ、12年目の先輩がさ、すごい気遣ってコメントしてくれてる。ありがとうございました。え、これ終わりでいいの？オッケー。なんか、司会する感じの顔してください。司会する？はい、ヒコケットハンマーに投げてもらって大丈夫です。はい、本気でください。もっとください。いいよ。オッケー。はい、お前一番面白い。あ、そうですか。大丈夫かな。やばい、緊張する。